お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、はい、もう無課金者&まあ微課金者の方々にね、はい、向けて、はい、おすすめのデッキを紹介したいと思います。で、まあ、そちらがですね、こちらの迫撃ホグなんですけど、もう、はい、ノーマルとノーマル6枚レア2枚ですっていうので、めちゃくちゃ組みやすいです。ノーマルとレアしかいなくて、でこれであれなんですよね、今グローバルのまさかなっすよ、このこれですね、20位のマカリウスさんがですね、今20位なんですけど、シーズン最高6877なんで、どこだ、もうこの辺マジグロ5位とかまで行ってるんですよね、こちらのデッキで。マジでこのノーマルとレアだけのマジでもうね、はい、超無課金おすすめデッキですね。無課金者さんおすすめデッキをですね、はい、今日はまあ使っていきたいなと思います。で、僕はここでいつもだとマルチ行くんですけど、さすがに使ったことがないので無理です。ほぼ使ったことがないっていうか、まあ、ホグをあまり使わない&迫撃もほぼ使わないっていうので、まあ、決して得意なデッキではないんでね、まあはい、今日マルチは控えておきます。で、まあ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 、はい、多少はね、使い方はもうヤリゴブリンとギャングとかがあれば端前から結構出していく形ですね。やばい、待って、やった、そのネクロは効いてない。はいはい、んちょ待って、ちょ待って、やおや、はい来た、はい来た、下手くそでした、下手くそでした、いやーこれは下手くそでした、ごめんなさい、このマジで本当にごめんなさい。迫撃、初心者すぎて、もう、今ので、巨助が釣れると思ってた。これは、本当にちょっと、申し訳ない。今のは、まあでも、言うてこっから勝つんでね、お許しを。はい。で、基本的に、まあ、迫撃とホグで両方で攻めれるんですけど、迫撃で攻めて、したら相手が何かでね、ターゲット取ったり、守ってくるじゃないですか。で、それ守って、できたのに対してこっちが何かで守るじゃないですか。で、あ、待って、ごめんなさい、下手くそすぎてごめんなさい、マジごめん、待って、本当にやばい、落ち着いて俺、まあまあまあ勝てばいいですからね、今のはなしで、はい、よし、そうです、迫撃で攻めてなんかで守ってくるじゃないですか、それを何かで守って、でそしたらガゴとかが結構ダメージ受けちゃうんですけど、それに対してしっかりカウンターでね、ホグをつけてあげるのが大事でですね。やば。これ釣れるよね。OK。この迫撃は、相手の巨助を釣る&タワーね、攻め迫撃になってるんで、タワーにダメージ入りますね。で、こういうところでこのガゴを見捨てるんじゃなくて、こう攻めてあげると、相手は結構苦しいんでね。これザップ打ってあげたらガゴ群れ溶かせるんで、よいしょ。これも追加しとけば終わるかなぁ。ビザできちゃった。まあ言うて。しかも回転が早いんですよね。これはファイアボール打ってもいいですけども、打たなくてもいいかな。これもあ、なんかごめんなさい。ちょっとね、ズレが生じちゃってますね。これはまあネクロターゲット取ってからでいいんで。よいしょ。はい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 。はい、急いで防衛ですね。急いで防衛。OK。で、あと215なんで、5ザップで落ちるんですけど、5ザップを使いたくないんで、まあいや、使うしかない。することない。やばい。これピンチ。待って。これは、ウィザードさえ溶かしてしまえば大丈夫。OK。危ない。ちょっとね。ほんとに。お前ほんまにプロかよ、みたいな感じのちょっとね。怪しかったんですけど。気にしないでください。今のは事故ですってことで気を取り直して、でマジでこれで世界一桁ぐらいまで行ってるんで、ノーマルとレアだけ、本当にノーマルとレアだけで、おこれケオスセオリーのあれですよ、プロ選手ですね、レイバグス選手、今度ワイルドカードでちょうどやるんですよ、ちょうどやるところ来ちゃいましたね。この人知ってるわ。多分 J3 氏だ。マジで。僕の記憶上ではですけど。
で、まあ、ギャング始め方し、多分 J さんし、これザップってこい。いや、違う。あ、ハンター三子。ハンター三子じゃないかな。この人三重子が得意だと思うんですよね。ここ、ああ、まあそうですよね。やば。オッケーオッケー。まあ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 、まあまあ、ここしっかりね、防衛していきたいと思います。で、テンプレデッキだと相手はウッドかロリババなので、このガゴムネが多分どうにもできないんですよ。で、これに対して本当はね、ホグを合わせてあげたいんですよね。こういうところで。こういうガゴの2体でさえももったいないんで、カウンターつけてあげると、結構これが相手に刺さったりするんですよね。よいしょ。OK。OK。で、これはザップ打っとけば多分解ける。OK。さあ。で、エリクサポンプ置いてきたら、攻め迫撃をしたいけど、したいけど、来た。あ、待って、一個前に出ちゃった。やばい、めちゃくちゃなんかずれる、今日。あ、これはやりこぶりんで。ててでん、ててでん、ててでてててててて、い。やばい。まあ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 。まあ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 。で、あれにはファイアボール打ちません。よいしょ。おー、ガゴムリですね。これにはファイアボール打ちます。よいしょ。で、これでコウモリ出して、これにまたホグを付け足したいですね。で、こういうコウモリにも見捨てずにね、こうすることがすごい大事ですね。で、これでね、相手のゴーストを解かせるのが美味しい。よいしょ。よいしょ。で、ここも、あとはい。必殺技、引きこもり。マジで必殺引きこもりめちゃくちゃ強いんでね。多分これそう、壊しに来る。で、このガゴムレがね、相手はしんどいから、もう先にね、溶かしちゃって、で、これ、コウモリもね、相手多分しんどいから、溶かしてあげて、で、ホグ出して、ホグ出して、で、ギャング出して、ガゴムレで、これでもう、はい、一気にカウンターですね。はい。よし、もうグッドゲームで、まあ、これ、煽りじゃないですよ。これザップってあげて、よいしょ。ここファイブもあるんでね。まあ、ファイブは使わなくても守れるみたいなのがありますね。やばい。そっち側来た。やばい、俺の予想と逆だ。やばい。やばい。これはやばい。けど、これ左側。あ、オッケー。耐えた。よし。じじ。はい。ポイント。オッケー。まあ、危ないですけどね。まあ、言うて。まあ、言うでしたね。グッドゲーム。よし。分からせましたね。試合前に。これ、トロフィーどれぐらいいってるんですかね。レイバグスさん。言うて、まあ、6000ですね。はい。もうこれも、先入ってる三重子デッキですね。よいしょ。ということでね、まあ、あ、そう、宝箱がね、黙ってるんですよ。というところで引いていきます。これ。あー、はい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 。終わり。よし。迫撃ホグモンですね。使い方がまあ、まあ、簡単ってわけじゃないですけど、結構シンプルだと思うんでね。まあ、奥が深いと思うんですけど、さすがに。素人でも使いやすいと思うんで、迫撃で攻めて、攻めて、なんか来たら、あー、はいはいはい。ムートですね。これもコウモリでいいや。スケラカディガポイですね、相手は。よいしょ。で、こういう時にコス溜まったら、端前からね、やりゴブ出してあげれば大丈夫です。で、またね、おー、今度はじゃあギャング出してあげれば大丈夫です。大体多分トルネードあるんで、あー、はいはいはい。いやー、これ誰、ザップだけ。これザップ。よし。で、ここでもう一回迫撃出します。ベビドラ裂いたら、そう。ベビドラを裂いたら、あれがありなんですよ。ホグガゴムレ。ホグ出して、ちょっと遅れたタイミングでガゴムレがありなんですけど、よいしょ。こんな感じでターゲットをですね、ちょいずらしてあげて、でこれ多分トルネで触れるんで、遅れてガゴムレ追加すると、相手多分結構苦しいはず、苦しいはず、苦しいはず。はい。OK。相手多分今辛そうなんで、ここで攻めてあげますね。よいしょ。ああいった感じで、相手にね、その、ベビードラプラスのトルネード。まあ、こういう遅延デッキですね。場合には、あんな感じでベビードラ裂いた後に、
ホグ飛ばしてトルネを誘うんですけど、遅れてですね、あ、これはしちゃった、遅れてガゴムレを追加してあげると相手のコスト的に多分しんどいでね、そこでダメージ削って、あとはもうちまちま削りつつ耐えるっていう感じかな。よいしょ、飛ばしてトルネででもいいよ、どうにかしてくれっていう感じ で問題なのがアウトローがいないんで、このデッキ、あの、そうベビドラとかしんどいんですよね。もうこれ5打ってやっていいや、まあ、後ろにスケラーには後ろにやりこぶ出すんですけど、言うて危ないな、これ多分ロリパパかなんかしてくるかな。まあそうだよね、ここでも攻めます。よいしょ、あ、ターゲット無理やり取った、これがしんどいんですよね、マジこれマジでしんどいな、これ普通にやばい、普通に勝てないかも。待って、やばい、ザップでボーやばい、反撃が入らない、やばたん、待てよ、これ削れないみたいなことない、あ、待って、やばいやばい、陸ない、最悪だと思うやん、来た、さあ一撃必殺、よいしょ、いや世帯やったな、これと思うところを耐える、オッケーオッケー、コウモリ頑張れコウモリ頑張れコウモリ、あー、ダメじゃん、いっちゃった、そんなバカな、そんなバカな、そんなバカな、余裕で勝ったと思ってた、余裕で勝ったと思ってた。まあこういうこともありますね、いやマジでよくこれで上がりますわ、あのマカリさん。そうなんで、まあこのガゴムレ型で、まああの人は上がってるんですけど、まあ陸のね受けとかがないんで、まあそういう方は別にアウトローでもいいと思いますね。ここはアウトローにしてしまえば陸受けやすいですし、またガゴムレもね使いたいとかだったら、まあこれどっかにガゴムレぶち込んだりしてもいいと思うんでね。まあこちらですね、はい、こちらでもうマジでこのノーマルとねレアだけで世界20位まで今、まあ途中だと5位とかまで行ってるんでね、はい、全然勝てないことはないと思うんで、ぜひぜひぜひ使ってみてくださいということで、今回はね以上になります。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではバイバーイ。